はい、漫画編で、終わって帰ろうと思ったんですけど、あまりにもこのオールパートナーの自社クラブネクスジェンが飛ぶもんで、これに勝てるクラブはないのかなとふと思い、そういえばこれね、僕がねいつもお世話になっている G クラブメーカー J ビーム、これはね去年僕が日本ドラゴンチャンピオンになったヘッドの J ビーム435ブラック、これがこのネクスジェンの試着になることができるのかということで、番外編からの番外編、ネクスジェン VS J ビーム対決してみたいと思います。はい、よっ、はい、ね11時回ってますはい、ではこれもヘッドスピード別に1球ずつやらせなしです、ガチ。はい、こっちだ、こっち、あこっちからネクスジェンから、現王者ネクスジェン、これねなんかねやりすぎてだんだんね、何ダワキングランプリみたいななってってるような気がする。さあヘッドスピード42、43、関東勝利さんどうだ。ああ、ちょっと当たり悪かったね。当たり悪くても237。237？はい。そんな飛ぶの？ネクスジェンですか。やば。おい。そう。やっぱり242ですね。おー、265です。265？はい。これなんか飛ぶぞ、やっぱり。さすがチャンピオン。278。はい、278。さすがだね。はい、じゃあ次、日本ドラゴンチャンピオンクラブヘッド J ビーム435ブラック、これちょっとねロースピンなんでヘッドスピード遅い船は少し上がらないかも。でもどうなんだろう。あ、滑るね、ちょっとね。はい、232ですね。232ヤード。はい、やっぱちょっとネクスジェンが上回っています。さすが王者。次45。あ、ちょっと滑るけど243です。243、ちょっと滑る。あれさっきなんだっけ、さっき242だったかな。1ヤードだった。1ヤードだった。J ビームの方が1ヤードですけど、うん、まさか J ビームの力を発揮してたか。はい、269です。269？はい、さっきネクスジェンって264、5ヤードがありますね。さすが、ここでチャンピオンを上回ってきましたよ。ちょっとねロースピンだから右に滑ったけど284、まあね一発しか打ってないですけどね。現チャンピオンネクスジェン VS 挑戦者 JBM435 ブラック、ヘッドスピード42から43の部の翔士さんはネクスジェン237、そして、ヘッドスピード45、47ぐらいの小関君は2の分け243で、
J ビーム243対242で J ビーム1ヤード、そして48担当の僕は269で269で J ビーム、J ビーム、そしてヘッドスピード53ぐらいの山地プロは284で J ビーム、やっぱり J ビーム、ここで新チャンピオンに輝きました。ということで、このいつの間にか作られたガワキングランプリ、新チャンピオンの J ビームに挑むヘッド、お待ちしております。はい、それではまたお会いしましょう。本当に最後です。おやすみなさーい。バイバーイ。